ヘンリーは活動性ドルインフルの症状を報告してる。彼らは DCD の施設から来ているようだ。何が起きている店を止めなければ。撃て！残らず始末してやる。作動中のターミナル検知。アイザックを接続してデータが取れるか確かめてくれ。接続を確立。 DCD データストリーム使用可能。何があるかな。その周辺の北側に稼働してる研究所がある。そこの業者が最優先だ。研究所をオフラインにするベストな手段は除染プロトコルだ。それ全部殺菌するっていうのをかっこよく言っただけよね。だが除染に必要なガスが検出されなかった。奴らが機能しないようにしてるんだ。地下室の燃料ラインならまた流せるはず。燃料ラインを開けば除染プロトコルに必要なガスが得られるだろう。ガスは地下にいる。生態信号危険領域。除染プロトコルは上の研究所のパネルで開始できる。トリガーを引いたらその位置から動くな。そうすれば安全だ。最上階、見逃しようがない。研究所のど真ん中だ。ウイルスサンプルを検知。これで綺麗になったかな。建設現場の端にある死体安置所に行けるはずだ。死体の処理が適切にされていなかったら新たなアウトブレイクが起きる。手分けして下げて。キャストは無症状のキャリアの血を利用してる。感染したが症状が出ない人たちの血だ。奴らはドルインフルを兵器化して街に放ってる。汚染の可能性があるものは全て破壊しろ。を破壊させるな。エミリーンはアウトキャストのリーダー。彼女が無症状保菌者ならウイルスは無限にあるってこと。エージェント、 DCD の研究ライブラリーを通る脱出ルートだ。ねえ、ついでに広域スペクトル抗ウイルス剤に関するものを回収して。
が近いぞ。ケルソに持ち帰れるデータがあるかもな。データ転送開始。帰っていいぞ。研究所とサンプルを破壊したんだ。そこでアウトキャ、奴らが来たぞ。気をつけろ。